はい、というわけでいつもより1時間早いスタートになります。ニコニコ生放送深掘り TV 司会のジョーです。よろしくお願いいたします。さあ今夜なんですけど、明日から公開になりますドキュメンタリー映画日の丸寺山修司40年目の挑発、こちらの方をテキストに寺山修司とそして日本について深掘りしていこうと思っております。最後までご覧いただくには会員登録必要になりますので、ぜひとも皆さん会員登録していただきまして、最後まで今日の番組お付き合いください。それでは早速出演者の皆さん紹介していきましょう。まずは監督デビューも果たしました、はい、ダース・レーダーさんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうもダースさん、先週は番組ありがとうございました。先々週か、先々週ですかね。ね、はい、怒涛のスケジュールが続いているようでございますが、そうですね、はい、まあおかげさまで結構見ていただいてるみたいなんで。映画選挙なんです。なんかもう初日2日目とほぼ満員が続いてるみたいな。そうですね、うん、なんかあとドキュメンタリー映画の割と観客層に比べると若い30代の女性とか40代女性が多いという感じらしいですね。なるほど。だからまあでもこれからちょっと舞台挨拶で東京以外のところも回って、はい、皆さんに見ていただくように鋭意努力する所存でございます。政治家みたいな。だんだんそういう感じになって。よろしくお願いします。そのうちまた立候補なんて話は絶対来るでしょうね。まあ僕ね、立候補したら黒い交際がいっぱいありますから。全然舐めてると思います。なるほど。各政党の皆さん諦めてください。よろしくお願いいたします。さあそしてもう一方レギュラー出演陣は社会学者の宮台真司さんです。こんばんは。よろしくお願いします。今日は寺山修司論をディープにやっていこうと思うんですが、宮台さんはもう寺山、うん、かつて寺山について書いたものを持ってきたらとても読み切れないっていうぐらい。なるほど。でほら最近だと中森明夫さんが小説書かれました、ね、はいはい、きっかけは僕の寺山論を読んだことだっていうから、うん、ちょっとなんか責任が重いなっていうプレッシャーを感じてきてます。今日はですね、明日から公開になります日の丸寺山修司40年目の挑発ということで、まあ、実は今回が監督デビュー作で、そして若干20代という若い監督を今日ゲストにお招きしております。蔡大樹監督です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちなみにね、僕ウルトラマンシリーズ好きなんで、映画の中でも出てます。まあ、つぶらやプロと言いながらね、実際には名作の多くは当時の TBS のディレクターがやってたんですよね、はいはい、でまあその後ですね、まあ60年代から90年代初めぐらいにかけてね、うん、TBS のディレクターがもちろんテレビのディレクションもしながら映画も撮るってことやってて、まあ最後の頃の名作、劇映画の名作はね、1992年の川島進ディレクターが監督をやった、うん、教えと旅する男っていうね、乱歩の短編を膨らませたものですけど、これは本当に素晴らしくて、僕でそれは話長くなっちゃうけど、教えと旅する男を乱歩が書いた時のいろんな経緯も全部込み込みでですね、フィクションに作り上げているっていうものでしたけどね、ということで、TBS の脈々たる伝統は今でも続いているということで、嬉しいですね、すごく。ありがとうございます。はい、ちょっと蔡監督のプロフィール出ますでしょうか。うん、1994年のお生まれということで、若干28歳ですか、はい。ドラマ制作部所属ということで。はい、ドラマ制作部に普段おりまして、はい、今、ゲットレディという日曜劇場のプロデューサーもやっております。うん、はい。はい、起きてる時間の 95% はゲットレディーしてやってると。で 5% のドキュメンタリーをつけるけど、でもすごいと思わない？生まれたのって95年ぐらい94年ですよ。でしょ、そしたら僕が援助交際で有名になった時です。そういうことですよ。浅生に出始めて、ね、宮台対全員っていうね、バトルを繰り広げした頃じゃ、知らないってことでしょ、うん、そうですね。リアルタイムでは知らないってこと、事件も知らない。知らないという。すごいですよ。うん、すごい。ね、宇宙からやってきた、その、モンマルトみたいな。いや、本当にそうですね。出てきますけど、先にね。モンマルト。誕生日が、僕11日なんで、4月。はい、すごい近いですけど。僕4月8日なんで。あ、まあ、だからどうしたって話。だからどうしたの。だからどうしたろな。無理やりこういうのはね、言っとくと後で話が繋がる。確かに。回収できるかもしれない。投げとけば、投げとけば後なんとかね。確かに。ちなみに監督は、まあ、映画の中でもね、寺山修司にものすごい影響を受けた作品を、はい、を見て、ご自身の作品にも、はい、そういう寺山の影響が色濃く出てるとおっしゃってますけども、はいはい、寺山に出会ったっていうのはいつなんですか？僕は17歳ぐらいの時に、まあ、たまたま手に取った寺山修司全集みたいな、このこう手に取りまして、それで
誰か故郷は思わせるという、うん、あのエッセイですよね、はいはい。彼が自分の人生はこういうものだったっていう。うん、僕は17歳ぐらいだったんで、あれが全部本当のことだと思って、うん、すごい人がいる。で、だいたい徐々にその自分のこう人生をこう脚色化していって物語化していく、うん、まあ、そういう作家なんだってことが分かって、うん、僕はまあ、中高とか進学校で周りがだいたい東大とか医学部とか官僚とかなんですけど、うん、まあなんかあんまそういう、いわゆる世の中の物差しよりも、自分の人生をこう物語として生きていくときの主人公としてどうするかみたいな。そっちに割とこう思いがこうシフトしていきまして。なるほど。寺山の影響で。で、もう国立大学を受けることをもうほぼ断念し、あの次第になったとき、そういう。そして寺山修司に影響を受けた映画を作り、映画作って今ハイボールを飲みながら番組をするという。そうです。気持ちを紛らわすためにハイボールを飲んでいるという。採算はね、なんだろう、さっきちょっと出番始まる前に話してても、すごい昔の音楽とか、映画とかね、知ってるんですよ。だこれはね、浮きますよ、それは。同世代の人といて。ただ話合わないっていう感じが。合コンに呼んでもらえないんですよ。なるほどね。なんか違うこと話してるやつ、それだけになっていう感じがすごいして。まあ、今、ゲットレディのプロデューサーって言ったら、まあまあすごいことになるんじゃないですか。いや、そんなことないです。一番下のそのお金とかの計算をずっとやってるだけなんで。全然。なるほど。番組恒例のまずは、アンケートから始めていこうかなと思います。まずは年齢、ジェンダー、そして、まあ、後で予告編も見ていただきますが、この映画、日の丸、寺山修司40年目の挑発の中で、質問されている事項を一つピックアップして、皆さんにも質問をぶつけてみたいと思います。まずは年齢の属性から聞きましょう。10代から70代以上まで選択肢7つの中から1つポチッと選んでください。監督、ちなみにいつも多いのは30代、40代、50代ということなんですけどもね。まあ、どうなんですか、このドキュメンタリーのこの日の丸自体は、はい、設定年齢みたいなのがあったりするんですよ、はい、多分上目なんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、僕は同じぐらいの 2,30 代に見てほしいなと思って作ってはいますけども、うん、はい、ちょっとまあ、多分上目なんじゃないかという、ね、60代とか寺山修司という言葉に反応するとなるとそうかもしれませんが、はい、さあ今日のユーザーの年齢はこんな感じです。見てみましょう。はい、じゃんということ。ああ、でも、10代、20代がちょっと。10代が多くないですか？多いですね。ああ、そうなんですか。10代 3% 合わせて 10% 近い。10% 超えてるね。10.2% ね、そうですね、うん。すごい。これは何に引っ張られてきたのかわかりませんが。採算がね、だって20代だから、ね。そういうことですね。採算ファンが見てくださってる。いやー、ちょっと、お会いしたことないですね、まだ自分のファンとは。もう、寺山ってほら、1983年に亡くなってるから、ね。はいはい。で、その後ね、10年ごとに、ブームが起こる。はいはい。で、まあ、93年僕東京外大っていうところで教えてましたけど、そこではかなり大きな寺山ブームが起こってますね。で、その後、でも2003年、2013年は、まあ、時々っていうか出版社、うん、書店とかでね、寺山コーナーが作られるとかっていう意味で、ちょっと盛り上がってましたけど、初期っていうか93年のブームはね、もうなかったんですよね。で、23年でしょ、今。そうです。はい、大きな部分になればいいなと思います。うん、まあ、なぜかっていうのは、おいおい話しますけれど、はい、いろんなことが絡んできますね。僕の襲撃事件も絡んでくるし、ロシア・ウクライナ戦争も絡んでくるし、いろんな問題が、寺山を、まあ、リバイバルすれば、ある程度の人が考える材料がね、得られるかなっていう気がしますね。うん、93年の時って、うん、確かポケットに名言をとかの20周年とかね、うんうん、僕はそのタイミングで買った記憶がありますね。なるほど。93年とかね。うん、僕は16とか、うんうん。まあ実はね、この映画の立て付け自体も、もともとその寺山さんが作ったテレビドキュメンタリーが1967年で、はい、で、まあちょうどだから東京オリンピックの数年後であり、うん、万博が控えているし、はい、ベトナム戦争ということで、はい、まあある意味今と状況が似ているというのが前提としてあるわけですから、はい、まあ今日はこの話、決して過去の話ではなくて、はい、まあ今を紐解くチャンス、機会になるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひとも皆さん最後までお付き合いください。さあ、ジェンダーの方聞いてみましょう。出ますでしょうか。はい、こちらの方は、その3択でお伺いしております。男性を回答したくないということで、どうでしょうかね。見てみましょうか。早速、今日のユーザーの皆さんの性別のバランスはこんな感じです。はい。男性が多いですね。61% が男性ということでございます。うん、さあ、そしてですね、もう一つ、
あ、これ予告編見てからの方がいいかな。うん、そうですね。予告編をまずね。はい。じゃあちょっとここでですね、明日公開になります、斎監督の日の丸寺山修司の40年目の挑発、まだ予告編見てないという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと予告編をここで流させていただいて、その後で、この映画の中で、質問されている、まあ、街頭インタビューをするんですけど、その街頭インタビューの中の一つを皆さんにもぶつけてみたいなと思っております。準備の方は大丈夫そうですかね。それでは、日の丸の予告編ご覧ください。どうぞ。TBS ドキュメンタリー史上最大の問題作が現代に蘇る。日の丸の赤は何を意味していると思いますか？日の丸の赤は何を意味していると思いますか？どちらを愛していますか？これ何ですか？撮ってるんですか？そういう番組を作るときにその寺山がどういう言い方したか、常年の反動化に対する挑戦だと。社会が激動期にあってですね、僕ら何ができるだろうかと。日の丸弁当、日本です。オリンピックですね。日の丸ね、考えたことないです。寺山修司が日の丸に仕掛けた驚異のトリック、日の丸史的なアジテーションだ。私も腹が立ってきたのよ。日本の現状では率直に言うとやばいですからね。日の丸、言われたから振ったんです。真実が明かされた時、私たちの漠然は確信に変わる。日の丸。はい、というわけで予告編見ていただきました。明日から公開ということになります。まあ、寺山がもともと作ったテレビドキュメンタリー、寺山自身はプロデューサーというか監修か、構成だと思います。構成ですか？構成作家で参加しているということになりますけども、まあ、寺山修司とプロデューサーが作った質問をインタビュアーが街頭でぶつけていくという形になっていますが、その中の一問出ますでしょうか？皆さんもよかったら答えてください。日の丸が国旗であることに誇りを持てますかという質問をぶつけさせてください。あ、見たいというコメント来てますね。明日から公開になります。日の丸が国旗であることに誇りを持てますかという質問です。さあ、これ皆さんどうでしょうかね。また今日はこの話をベースに、前半はですね、寺山論をしていこうと思うんですが、まあ、後半はまあ映画からの問いということで、日本論、寺山、日本論、日本人論、そして国家論とお話を進めていこうと思っておりますが、さあ結果見てみましょう。どうでしょうか。肺が 16.7%、 家が 55.0%、 偏ってんね。そうですね、世論も全然反映してない。そうですね、うん、まあまあこの番組を見てる方は割とこうなるのかなというふうには思いますけれども、これやっぱりいいですよね、トリックがね、うん、誇りっていう言葉がね、トリックですから、うんうん、そうですね、うん、それをどう捉えるかによってだいぶスタンスが変わるはず、変わってくるというところなんですけども、ダースさんと宮台さんは映画を先に見ていただきました、うん、はい、ちょっとまずその感想から伺ってよろしいですか。はい、いや、面白かったなっていうのをもう単純に思ったんですけど、うん、やっぱり変わってないところがすごくやっぱり面白いですよね、うん、いろいろあっても変わってないところがあるのと、あとは、まあ、後半でね、その質問者のある種のその機械化っていうテーマが出てきて、うん、はい、街頭でインタビューする人のね、の機械的にっていうことに対するその問いっていうのが出てきて、これ僕実はね、あなたはっていうドキュメンタリーのインスピレーションを受けた、はい、チンポンがハッピースプリング展っていうのを森ビルでやってた時に、はい、僕の同級生で NHK の72時間やってる、のディレクターやってる石谷っていうのと組んで、うん、ドキュメンタリー 7.2 時間っていうのをやって、うん、で 7.2 時間は森美術館に僕がずっとマイク持って立ってて、美術館に来る人に、あなたは今幸福ですかとか、うん、何をして、あなたにとってアートとは何ですかとか、っていうのをずっと聞いていくっていうのも実は配信番組でやってて、でこれ も同じような試み、ただ僕の場合は機械的にやるのではなくて、めちゃめちゃ興味を持つようにして、で答えに対して反応するっていうことをやって、反応して転がして、でその後でいろんなことをやってって、それで今あなたがやりたいことは何ですかっていうのを聞いてって、自転車に乗りたいっていう女の子がいたら、美術館の中に自転車持ってきて、森美術館の中を自転車で走ってもらうとか、逆立ちしたいっていう子がいたら、じゃあそこのカメラやろうって言ったら逆立ちしたいとかっていうことをやっていくっていう、みんな全く機械的ではなく、有機的に質問するっていう実験を
やってます。なるほどね。うん、まあ、そこに要は対話の中にエモーショナルな環境を作っていくっていうことですよね。うん、あえてね。だからそこは全く違う、方向性なんですけど、うん、でそのディレクターがなんかまあ僕の選挙なんですを見てくれて、うん、でやっぱりその寺山的な質問の投げ方と違うっていうところに多分ポイントがあるっていう、うん、話をちょうど昨日ぐらいにしてたところっていうのはありますね。まあ、ある意味この映画とちょっと逆の発想で選挙なんですが成り立っているということです。うんうん、宮台さんこの映画どんなふうにまずはご覧になりましたでしょうか。まあ、情念の劣化、はい、by 寺山修司、感情の劣化、うん、by 宮台修司ですけど、うん、まあ感情の劣化がさらに進んだね。で寺山がね、あるいは萩本プルの監督演出が、うん、なぜ機械的な質問をしているのかっていうと、まあ、当たり前だよね。答える側を文脈から切り離して宙づりにするためだよ。うん、で宙づりにされた時にどれだけ喋れるか、今のやつ全然喋れないじゃん。うんうん、むしろ1967年の人たちの方がある意味内側に渦巻く、あるいは滞留する思いがあるっていうことが、むしろ伝わってくれる。その意味で言うと、もうあの情念の反動化イコール感情の劣化が徹底的に進んだ結果、ほとんどの人は空っぽなんだなと。まあ、僕的に言うと、まあ、分かりやすくないかもしれないけど、脳内エコーチェンバー化がさらに進んだなと。あの、ね、少年、うん、あのオリジナル版で少年のインタビューがあります、うん、はい、ありますね。あれすごいですね。おしめっていうあれね、うん、あれはすごいですよね、はい、って思いますよね、やっぱり、はい、そのまあ、それこそでも実は子供っていうものの特性っていうのもよく宮台さんと話す時の、子供とはって話をする時に、あの子とかってやっぱ子供的な、それこそあの宙吊りにされてもなお躍動するものっていうのがすごくあって、すごい興味深いなっていうのを、うん、これは後半の話題だけど、子供といえばね、あのアイヌの女の人がさ、はい、インタビューに答えてね、はい、子供の時は国籍とか肌の色とか関係なくみんな遊べるのに、どうして大人になると、うん、あのまあ、そういうあの国籍とか人種とか仕分けをするっていうね、ことになってしまうんだろうってね。だからこれは僕のね、過去もう15年ぐらいのゼミの主題だよね。もともと人類はそういう存在ではなかった。じゃあどうしてそうなったのか、まあ非常に分かりやすいいくつかの何段ステップかの理由があってこうなってるんだけれども、そのことは反省できないで、日本人ですから日本に誇りを持つのは当たり前ですとかって言ってる言葉の自動機械がわんさかいるのが今だよね。その辺ちょっとまた後半に、はい、アイヌの女性が喋ってる店は、うん、僕宮台ゼミのゼミ生と一緒に行った店です。そう、さっきその話を聞いて俺も行ってみようと思ったんですけど、うん、さあ監督ね、はい、この寺山のもともと作った、はい、日の丸っていうのをご覧になったきっかけと、はい、まあ、これ映画の中でもちょっとお話をしているんですけど、はい、それでどんなことを思ったのか、まずそう聞かせていただいてよろしいでしょうか。まあ、僕は一番最初にこれを多分知ったのは、あの是枝裕和さんの映画を撮りながら考えたことっていう本の中で、ご自身があのテレビマンユニオン、まあ、時代の先輩の作品って方の中で日の丸を確か取り上げていたと思って、うん、存在自体を知っていて、うん、で新人研修のいわゆるドキュメンタリー研修みたいなのがあってですね、うん、1日に何本かこういう60年代の割と前衛的なシネマベリテ的なものを見るという、うん、研修があって、それで日の丸初めて見て、うん、本当に最初の初感は呪いのビデオじゃないですけど、ね、あのリングのあのドロイドビデオみたいな、こんなものがこのお茶の間の公共の電波に流れてたのかっていう、まあ違和感とまあ恐怖、はい、でそれがずっとまあ引っかかっていて、で何年か経ってドラマやりながらドキュメンタリー撮れることになった時に、まあこういうそのちょっとこの居心地の悪い映像みたいなのが、これ深夜で短縮版をテレビ放送したんですけど、こう深夜のたまたまテレビつけた人がこういうものを見た時にどんな気持ちになるかしらっていう、まあそういうような思いが、まあ、同時にあって、いわゆるシネマベリテの居心地の悪さです、うん。それと、まあ、さっきおっしゃっていただいた、ベトナム戦争と、ベトナム戦争じゃない、東京オリンピックと万博のこの間に位置するっていう、まあ、おそらく日本史とか世界史を見返したときに、全然違う時代のはずなのに、多分似た時代として論じられるであろうな、67年と2022年。2年に撮った時にですね。っていう、ここを定点観測的に見比べたらどうなるんだろう。っていう、この2つの、まあ、動機から、うん、まあ、やってみたというようなところが、まあ、本当にこの作品の中でも言ってますけど、まさにそういうようなところですね。なるほどね。今のね、うん、その掃除系的な、はい、五輪と万博の間に位置するっていう話って、うん、まあ、僕が漫画のベルセルクって漫画で、まあ、すごいショクっていう大イベントが起こるんですよ、途中でね、うん、でテクニックスね、ショクっていう、はい、うん、もうある種世界の転換点みたいなものが起こって、うん、
でその数年後に今度食もどきみたいな、うん、全く同じ形のものが起こるんだけども、うん、それを、まあ、漫画のキャラクターの一人がこれは水面に映った月であって、うん、本物の月じゃないんだ、うん、もう月はすでに上がってて、うん、でこれは水面に映った月だから、うん、もう水面に映った月を切ったところで、うん、本物の月は傷つけることができない、うん、月はもうすでに上がっているっていうセリフがあるんですよ、うん、でこれってこの日の丸でも60年代に上がった月が、うん、今同じ形に見えてるんだけど、うん、もうすでにそれは水面に映ってるもんで取り返しがつかないっていうか、うん、もう起こっちゃったことについて30年後に気づくみたいな、うん、だからちょっと補完するとね、うん、1964年オリンピックって松本健一、まあ、右翼研究家、うん、北一騎専門家、1964年革命説の64年なんですよね。でこれは世論調査の、うん、まあ、説明をしてるわけ、はい、1964年ってね、はい、日本人の国民世論が変わった時なんですよ、はい、それまでは日本はアジアの一員だって答える人がまあ過半数だったものが、うん、日本はあの西、まあ、西側の一員だっていうふうに答える人が過半数に転換したのね。で、まあ、お分かりですよね。これは日本は弱者連合あるいは弱者地域の一角だっていう観点から日本は今や先進国だっていう感覚に変わったってことなんですね。で実際には1964年から70年少し過ぎまでがこの意識があったんだけど、うん、73年にオイルクライシスがある、うん、その直前72年に連合赤軍事件、浅間山荘事件があるとかっていうことで、ある種の崩壊現象が起こったんですよ。つまり高度経済成長自体は終わったし、まあ右に対して左は正しいっていう時代も終わったし、いろんなものが終わっちまったなっていうことが起こったんだけど、それが終わる前、つまり64年から70年っていうのは明るい、まあ、単調増加の時代で、分かりやすく言うと戦争の傷跡や、怨念を忘れていく時代、うん、もう忘れていいんじゃないかなっていうふうに人々が思い始めた時代なんだよね。はい、これが松本健一の記述なんですよね、うん、でところがその今掃除系って言ってもね、逆掃除みたいなもんで、うん、そうですね、日本はもう止まらない、人の劣化、社会の劣化に直面しているっていうふうに、まあ、僕はもうずっと前から、四半世紀前から言ってるけど、さすがに多くの人が自覚したよね。で特にオリンピックが起点になるよって予言してましたよね。オリンピックが終わった後、日本人はほぼ全員が日本人と日本の劣化に気づくだろうって、そうなった。でそれを象徴するのが岸田政権ですけども、まあ、そうですね。なので、まあ、単調増加か単調減少なのかっていう違いはあるけれどもね、まあ、ある種の、忘れていいんじゃないかと似てる今で言えば、その日本はジャパンアズナンバーワンだった、忘れていいんじゃないかって忘れられないやつがトンボなんじゃないかっていうね、なんかちょっと似た状況ではあることは事実、はい、ということですね、うん。いやだからね、そういう面では、まあ、くしくもオリンピック、うん、そして万博に挟まれている、うん、ただ日本 の、 その、まあ、国の状態としては逆掃除という、うん、はい、まあ、当時の60年代から70年代は、まあ、むしろ、ね、その戦争が終わったことを証明するためのオリンピックであり、うん、万博、まあ、戦後から復興したという点の2つだったと思うんですけど、今は、まあ、やるたびに日本がダメになっていることを再認識するということですよね、うん、そうそう、だからやらない方がいいっていうことなんですけど ね、 ね、まあ、その辺の現在の日本についてもまた後半でゆっくり話をしていこうと思うんですが、さあ寺山の、ね、視点というところで、はい、この映画の中で、はい、まあ、寺山はですね、まあ、そのインタビュアーを使って、はい、まあ、街頭に出てインタビューをしていくという手法を取っています、はいはいはい、まあ、この辺がまあ映画の後半でも解説されていくんですけども、ちょっとその辺せっかくなんで監督の方からそれが何を意味していたのか、はい、そして実は今回のこの40年後の2022年に、はい、40年後じゃないか、30何年後だったかな、はい、に撮り直した時には実はツイッター機能を使って、うん、同じような問いをしたりとかしているんですけども、はいはい、まあ、その辺の手法についても、はい、せっかくなんで監督の方から説明していただいてよろしいでしょうか。まあ、その街中に出てインタビューをするっていうのは、うん、まあ、後の寺山の作品の中でも紹介してますけど、はい、人力飛行機ソロモンとか、まあ、そういう市街演劇、うんうん、市街劇、街中を劇場に例えてそこに虚構の空間を作り上げてしまおうという、で彼が1961年ぐらいの記録映画という雑誌で、すでにドキュラマロンというものを提唱していて、うん、それ街中に例えば一匹のワニを置くか、一匹のダイナマイトを、一つのダイナマイトを置くのか、このある物事に何かを投入するということが、
ドキュメンタリストのまあその価値であるみたいなことを、で彼の場合は街中にその質問を投下したんですよ。でその瞬間だけそこがある種まあこう巻き込まれた人もやっぱり演者になるわけですよ。で質問している人も演者で、巻き込まれた答える人も演者で、それをこうカメラっていうもので切り取る。でこの現実の中に急にそこに劇場というか虚構がこう浮かび上がる、その面白さっていうことを多分寺山は多分このあなたはと日の丸でいよいよ多分味を占めて、他にもラジオドラマとかでやってるんですけど、でそれをより先鋭化させてったのがまあ天井桟敷だろうなと。で彼がまだ多分自分の王国を完全に築き上げる前だったので、まあこういう一構成作家としてテレビに入っていって、テレビでそのテレビ番組の一個としてやってたんですけど、まあ彼は自分のその家出少年たちをこう集めて、よりその自分の思う、まあ、彼の思う原風景みたいなものをよりビジュアル化していったりとか。そうね、ちょっと補足するとね、はい、現実の虚構化っていうと、まあ例えば1978年以降のデート文化の中でね、渋谷パルコ公園通り、あそこは元職安通りとか市役所通りって言われてて、トルコブロ街、ソープランド街だったんだよね。でそれある人のシャレで公園通りにしたところが、まじまじでそこをね公園通りだと思う人たちっていうのはある種現実を虚構化している部分になるんですが、テレマに言うのはそれとは違ってね、ブレヒトのイカ効果にとても近い。ブレヒトのイカ効果って今的に言うといわば没入から覚めさせるんですよ。でね、同じで町で異化効果を引き起こす何か異物を投入することで、自分が没入してたものがいわばですね、そう倉沢清によく似ている、これは虚構だったんだっていうふうに現実だと思っていたものが虚構だったんだ、つまり現実を虚構で粉飾決算意図的にするのがパルコ的な戦略だったとすると、あなたが自明だと思っている現実は虚構です、っていうふうにして一つのエリアが虚構空間に変じる。でもそれは、いわゆる演出された虚構を楽しみましょうっていう方向で、皆さん、ありませんからね。これがね、宮台さんの今の話がね、すごく本質的なこの日の丸っていうもののテーマを言っちゃった感もあるんですけど、まあそういう話ですね。でも そういうことなんですね。そういうことですね。で、これは例えばハラリの本とかで改めて指摘されてみんなそうなのかとか思ったけど、もともとまあね、その寺山的な試みっていうのが、特に日の丸っていう、ね、これ後半の要は日本って存在するのっていう話に直結する、その話で、まあそこは面白いですよね。でもみんなそういうもんだと思って生きてるっていうことを寺山が、まあそれが面白いなっていう話をしてるわけですもんね。皆さん刺さってるでしょうか。僕よく授業で言うんですよ、はい、皆さん日本があると思いますかって、はい、じゃあ日本を出してください、アメリカ人相手だったら、じゃあアメリカを出してください、出せません、じゃあどうして日本があると思うんですか、みんなが日本があるって言ってるし、やっぱりあるんじゃないでしょうか、はい、これが社会学の重要命題でね、みんながあると思っているからあることにするっていうね、ある種の見立ての中で社会が回ってるんだよね、共同の幻想ってことですよ ね、だからトヨタがあるとか、一万円札があるとか、そうそう、それ全部同じだっていうのが、はすごいね、でも、そう思うとやってらんねえみたいな。でも、それを気がついたのは、最初にそれ言ってたのはね、ジンメルっていうね、20世紀に入って、主に著作を出した社会学者の議論なんだけれど、まあ、社会学の理論の中で非常に重要なベースなんですよね。で、まあ、デュルケームっていう同時代の人も言ってた社会的事実、そう、皆さんは日本があるっていうのとコップがあるっていうのと同じように捉えている、でもコップがあるは物理的事実で、日本はあるは社会的事実なんですよね。で、社会的事実っていうのは出せないんですよ。で、人に何であると思うのって聞くと、必ずみんながって言い出すんですよ。つまりこれは集合表彰でね、みんながそう言ってなかったら成り立たない、だからみんなのゲームに合わせて乗ってる、言い換えると、っていうかもっと適切に言うと、みんなが日本があるっていう時に俺だけない、君だけないって言ったら生きていけないでしょって言ったらそれだけなんですね。なるほどね。すごい、今の議論がその三島と東大全共闘の芥田さんと三島のやり方で机があるっていう話になった時に、で机を使ってるじゃないかって言ったら、芥田さんがこんなのも燃やして火にくべれば、っていう
ふうに遡っていくことが実際できて、これはあるって言ったけど、それは何っていう話をやり続けるっていう。でも60年代の人たちの思考方法って割とそういった前提が結構あるんです、うん、そう、前提を遡る思考ですよね、うん、で芥田さんの思考は、まあ、ハイデガーの応用ですよ、うん、でこれがコップなのは、うん、ノーっていうね、みんなが承認する社会的な行為、つまりこれから潜在行為って言うんですけど、それがあるからコップなんだよね、うんうん、もしノーっていうね、社会的に承認された潜在行為がなければコップじゃないじゃん、ガラスの塊だとか、うん、だから物だっつってるけど、結局社会的な行為を投影したものなんだよねっていうのがハイデガーの初期の理論を芥田さんがおっしゃってた。だから当時の大学生ってすごいじゃん。いや、そうなんですよ。そういう議論をできるんですよ。うん、今の都立大の学生とかにできるって言いましたか。見てる人いそうだけど。いや、じゃあ東大でもね、東大にできるやついる、それ。いない。全くいません。全くいないです、ね、うん。これだからまあ本当に今映画のね、ある意味革新に迫ろうとしていて、その社会的な存在みたいなものの、うん、まあ、承認みたいなものの揺さぶりを寺山は質問するという行為でかけていくんですよね。これ映画の中に出てくる、まあ、その天井射撃の劇団員の一人だった安藤浩平さんという方が、はい、まあ、寺山はその質問内容とかそういうことではなくて、はい、もう質問という行為、そうですね、それがもう大事なので、はい、あって、なんか川に石を投げる例えをしたと思う、はい、ちょっと監督の方から、うん、そうなんですよ、あの要はどういうことを質問するかじゃなくて、質問するという行為によって、うん、まあ何かそこが状況が変わるとか、うん、人の感情がこう揺さぶられるとか、うん、信じていたはずのものがちょっとこの疑われるみたいな、うん、そうですよ、ね、そういう内面のことを彼はやりたいと、うん、で今度ベンさんが言ってたのは、私の質問というのはその源っていうのはそれだけだと何があるかわからないけども、石を投げることによって波紋が生まれる、うん、そこで源がそこにあるということがわかる、私の質問っていうのはそういうもんなんだっていう、だからまさに多分今おっしゃってるのは、うん、ことをもう例えにしてるんですけど、寺山は。多分彼がやりたいのはやっぱそういう人がこうだと思い込んでるものとか、見えてないものを見せようとしたりとかっていう。まあつまり日の丸とか日本人とかっていう、はい、そういうことですよね。はいはい、ねえ、だから波紋を呼ぶ質問っていうのはよく当たり前のようにみんなが言ってるけど、はい、それがどういうことを指してるのかっていうの、今のね、その源波紋っていうイメージを改めて考えると、はい、実は分かるようになりますね。ダースさんが自分がやった質問とは違うよねって話をされてた。で、僕もフィールドワークだから、ファイルワーカーなので、たくさんの質問してきたけど、まあ簡単に言うと、文脈を一生懸命構成して、この質問に答えられるよねっていうふうに、まあ誘導していくんですよね。だから僕が、金髪、茶髪にして、ブルーコンタクト入れて、なんか、すごい高いトルコの長いコートとか着て、金の純金のねネックレスが来てインタビューやってたんですよ。完全に壊れてるんですけど。壊れてます。あ、この人は壊れてる人だなって思うと、うんうん、壊れてる女の子たちが答えてくれる。心開いてくれる。で、それがいや私は東京都立大学の教授でとかってやったら終わりじゃん、すべて。まあそれそうですね。っていう風にして、実はね、質問と回答っていうけど、文脈の構成があって。相手がある程度のプラットフォームに乗ったのを確認して質問するっていうのは普通のやり方、うんうん、で、その寺山のやり方っていうのはそれと全く違うし、切断操作なんですね、うん、文脈を完全に切断して言葉を投げるので、だから波紋、だから波紋っていうのは個人の中で言えばそういう質問をされたことがないっていう問題があるし、ね、もう、ね、大体質問者が誰なのかも名乗ってないし、質問もわからないし、そうなんですね、答えても、それに関するフォローアップ一切なしで、次の質問、次の質問、次の質問、完全に異常なんですよね。で、この異常さ、つまり、それ安藤浩平さんおっしゃったけど、質問の内容じゃなくて、ある種、その文脈に関わる異常性に、この寺山の企画のポイントがある。で、それで、さっきの話、だから水門、そこにね、水面があるとか、あるいは水ってどういうものであるのかっていう、無色透明でよくわからないものがある程度わかるっていうのは、さっきの虚構化なんですよね。虚構が、あんたが当たり前だと思っているものは、ほーら歪んで畳に当たったでしょ、そういうものなんだよねっていうふうな感じで、それを見る人に与えるっていうのはね、実はその寺山のドキュメンタリーの、あるいは寺山の方法論の、まあ、演劇を含めた部分の非常に重要なポイントでしたね。さらに、うん、今宮台さんが前段で言った、要は感情の劣化、宮台さんが言うところの、うん、の進行が40年の間に進んでいるっていうのは、うん、要は
文脈を切断して放り出された人が、うん、60年のあなたはとか、うん、日の丸ではそれでもなお、うん、その文脈がないのに脈打つっていうことができてるんですよね、うんうん、でやっぱりそれが今回その蔡さんがテレビドキュメンタリーとしてやった方の、うん、はやっぱり誰ですかとか、うん、なんでですかっていうその文脈へのすがりつきがあるわけですよね、うん、だからそこにその人としてのその強さの違いっていうのが別にこの、まあ、優劣って話で言うと宮根さんが劣って言ってる方に行ってしまっているわけですけども、うん、文脈なしでも存在できるものと文脈にすがりつこうとする宙吊りの状態でもなんとか、うんうんうん、いける人とっていう違いは実は明白に出てる。その劣化すっごい皆さん印象的ですよ。いや本当にそうです、うん、それを監督どうですか、現場でやってみて感じました。僕はですね、その文脈という、うん、文脈の劣化っていうところよりも、うん、まあ、ある種メディアというものが成熟しきった結果だというふうに僕は思ってしまったんですよ。なるほど。というのはその当時はテレビというものが圧倒的な存在として向けられたら答えなくてはいけない、うんうん、なるほどね、権威だった、はい、で今は、うん、まあまあ、あの、ユーチューバー、まあ、迷惑ユーチューバーみたいなのも、まあ、いますし、迷惑ユーチューバーもいますし、まあ、僕は迷惑ユーチューバーだと思われてたんですけど、うん、そう、それでも、やべえやつ来たよ。しかも、この中でマスクしてるから余計怪しさが際立ってるから。なんか、やべえ、ツーブリッジのメガネが来たよって。それで、始まって、で、まずその、当時、まあ、今は放送倫理だったり、うん、まあ、肖像権、プライバシー、いろいろなところの権利感覚を皆さんがしっかり持ってるので、うん、こんなことがまかり通ると思うなよ。っていうところのまずリアクションですよ、ね。なるほどね。だから、それが僕はその劣化であると、まあ、文脈を求めるってこととまさにそうなんですけども、うん、みんなの中にある種の決まった文脈があるから、うん、それで乗っ取っていないものを、まあ、悪として排除するというリアクション。なので、やっぱり最後に TBS ですって名乗ると、よかったちゃんとした人だったって言って、最後みんな自分の名前書いていて、応援してますって去っていくんですよね。でもね、僕はやっぱりそれ劣化だと思う。はい、それなぜかっていうとね、僕たち質問されて答えるかどうかって、その、やっぱ質問、内容ですよ、はい。そのね、形式はかなり得意なもんだけど、内容はかなり普遍的なもので、意味のある質問だなって思う力があるかどうか、うん、60年代67年の人にはあった、うん、今の人は確かに蔡さんは怪しいけど、うん、まあ怪しいけどそれなりに答えることに意味ある質問だなと思う、うん、そういう若い人、うん、あるいはまあ通行人がいなかった、うん、これはまずいんだな、やっぱり、うんうん、まあそうですよね、うん。さあちょっとね、寺山の話もう少し深く聞いていこうと思うんですけども、うんうん、寺山のプロフィールも今更って感じがしますが、うん、2番出していただけますでしょうか。先ほどもあった通り1983年に47歳の若さでこの世を去っていますが、まあ、僕はなんか小さい頃親父が見ている競馬の中継に寺山さんが出てるのを、うんうんうん、見ていたという、まあ、競馬評論家だったんですよね、はいはい、もうリアルタイムは僕にとってはもう競馬評論家ということで、後から寺山さんが劇作家だったということを知っていくということになるぐらいな感じだったんですけども、うん、ダースさんは寺山、いやまあだからそれこそその93年とかのブームで文庫本とかがわーって出たんですよね。うん、の、うん、で、あとね、J.A. シーザーさんの CD 付きの本っていうのが出て、そ、う、れ、ん、で、うん、これが音楽超かっこよくて、な、うんだかわかんないけど、はい、とりあえず曲を聴くみたいなのをもうやってて、でもこれがその寺山修司の音楽を全部やっててみたいなのから、だからそっちの両方からいったみたいな。うん、なんかね、皆さん J.A. シーザーさんの聞いてほしいんだけど、うん、なんか怨念みたいな、すごいんですよ。そうですよね、で93年っていうとね、実は J-POP の、うん、まあ、始まりの頃なんですよね、うん、だからあの小室哲哉とか、うん、少し経つと安室奈美恵とかが出てくる、うん、っていう時に J.A. シーザーの曲を聴くと、うん、何なんだろう、ブードゥー教かって思う。確かに、すごいね、僕だから、うん、それこそ古い音楽が10代の時は好きだったから、うん、60年代70年代のを聴いてて、でもあ日本の人でこんなとぐろ巻くようなブルースみたいなのとか、うん、よくわかんないコーラスがいっぱい入ってる曲とか、うん、やってる人いんだっていうね、うん、それがキャプテン・ビーファートとかフランク・ザッポみたいなものにも覚えたし、うん、ね、すごいワクワクしたっていうのがありましたね、うん、墓場まで何マイルとか、なんかそういうのも確かにわって出た時期だと思うんですけど、まあ、改めてちょっとその寺山の視点というのをもう一回深掘りしていこうかなと思うんですけども、監督、そのね、この映画の中でもともとオリジナルのその日の丸の中で寺山がやろうとしていたことを、まあ寺山の仲間たちが解説をしてくれているんですが、
要はそのなんだろう、例えば世界とか国家みたいなものというものから、はい、そのポエジーなやり方で外へ脱出していこうというようなことを言ってるんですね、はい、で寺山的なその言葉として3つ挙げてたのが何だっけな、ポエジーと詩的なるものと出ていく、出ていく、虚構です、ね、虚構だ、はい、ちょっとそこを、はい、あの説明していただいてほしい、まあ、その安藤浩平さんがおっしゃってた寺山のテーマが、まあ、詩的なるものって、まあ、これまあ寺山はもともと詩の人だから、うんうん、まあ 文学性の帯びたものをまずアウトプットとしてやりたいと、うん、あとまあ虚構っていうのがさっきその言った虚構の空間、うん、まあ、水面が生まれるみたいな、その虚構っていうものをまあ作り上げることによって何か見えてくるんじゃないか、まあ、現実の中に虚構空間を作る、作るってことですね。で出ていくっていうのはその書を捨てよ、街へ出ようとかって言葉にもありますけど、うん、まあ、なるべくその閉じたものから出ていく、うん、彼はその要は何か束縛されたり、うん、こうだってこう決められた価値観もそうだと思うんですけど、そういったものをまあ破壊してそうじゃないところから自由になるってことが彼のテーマだと。で、まあ、多分、東北っていうところの生まれたであったりとか、うんうんうん、まあ、お父さんの戦争で亡くされてたりとか、そういうこともいろいろあるとは思うんですけど、うんうん、まあ、そのこう、閉じられたところから、その脱出する。でも、それをやっぱり政治的な実践行為じゃなくて、政治家になったりとか、するわけではなくて、文学的にやろうと。うん、で、まあ、詩的に、そうですね、詩的にやる。もともと多分、そのテロリストを割とこう、乾いた湖って映画とかのシナリオを書いて、まあ、割とテロリスト好きっていう、寺山さんの多分、系譜あったと思うんですけど、より60年代後半、天井桟敷とかにさらになっていくと、もうちょっとその、テロっていう、こう、政治的な実践ではない、よりその、まあ、ポエジーというか、詩的なるものなのか、ちょっと僕も、寺山修司って人が掴みきれないので、すべてをこう、そうであるっていうふうには、こう、分類できないんですけど、まあ、多分そういう風になっていった過渡期に日の丸っていうのがあったんじゃないかっていうのを、まあ、安藤さんとの話の中で、ちょっと詩について説明するとね、あの、まあ、ローマン・ヤコブソン、まあ、ジェイコブソンという人がね、はい、まあ、戦前戦間期、あの戦前って第一次大戦の前から戦間期にかけて非常に重要な理論を立てたんですね。それは言語には、三分言語と詩的言語ですね、あのポエティック、詩的言語があるっていうふうに考えた。で、その後、彼は、子供の言語は詩的言語に近く、大人は詩的言語が喋れなくなってくれるっていうことを、まあ、書くんですね。で、それを引き継いでいるのが、ほら、心理学者、ジュリアン・ジェインズの神々の、なんだっけな、沈黙。うん、これは、1960年代の本なんですけれども、それをさらに学問的な蓄積を交えて、あの心理学的、人類学的に、さらに精緻化したものなんですね。で、それは僕たちが三分言語を喋れるようになったのは、はい、大人でさえも実は3000年前からだよということを、まあ、文学の分析から明らかにしたんですね。で、まあ、ざっくり皆さんに分かりやすく言うと、まあ、僕たちは今自分はこういうことを考えてるなっていうふうに考えることができる、うん、意識を意識することができる。なぜ意識を意識できることすることができる、つまりそういう作法があるのかっていうと、書き言葉に慣れたから。で、自分で例えば日記を書くと、書くと、あ、自分はこういうふうに思ってたんだなっていうふうに思う。つまり意識っていうのは単純に意識することは難しくて、ある仕掛けができることで初めて意識できるようになった。だからそれまではどうだったかっていうと、子供にじゃあ意識があるかっていうと、ジュリアン・ジェインズ、あるいはジェイコブソン、ヤコブソン的にはないの。思った時にはもう言ってるから。思った時には動いてるから。ね、ね、それが内言語的、つまり独り言的にぐる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 回るようになって、自分はこういう意識を持っている。で、この意識は他の人にはない。だから自分は独自の主体で、で、独自の主体だから、例えば、独自なことができるはずだとか、独自なことをしなきゃいけないとかっていうふうに考え始めるんだよねって、これがジュリアン・ジェインズの神々の沈黙っていう本なんですね。皆さん意味わかりますよね。できるだけ中学生にもわかるように説明しているんだけど。大丈夫ですか？ね。わかんない。中学生に怪しくなってました。僕が足りないのか、僕が言い過ぎてるのかわかんないです。さっきの文脈の話がそうだよね。つまり、人々は説明されて納得する。っていうね、その三分の流れの中にいわば身を置くことに慣れすぎてしまってるわけだよね。でもこれは残念だけれども、そのさっきの水面のことで言えば、水面もあるけど水の深いところもある、意識もあれば
無意識もあるんだよね。でその三分言語っていうのはさっき言ったその意識に注目を集めちゃうので、あそうこの人はこういうふうに考えてるのかって書いたものを見て思うわけね。でこれは間違いなんですよ。で指摘言語っていうのは主要隠喩、つまりメタファーと勧誘、メトニミによって、メトニミによって成り立っていて、でこれは夢、寝てる時の夢に現れてくるんだよね。まあ要は立ち上がったばかりの、はい、これがね、まあヤコブソンとほぼ同時代、少し前ですけど、まあ、フロイトが言ったことなんですね。で夢ってなんで覚えられないのって思いません？で夢は覚えられない理由は夢は三分じゃないからなんですよ。なるほどね。夢は隠喩と勧誘なので、そこに出ているものはある種だから隠喩っていうのは本当は僕ら普通違うものだと思っているものが同じものを指しているっていうふうに思えることなんですね。だから例えば何でもいいけれど、まあ、僕がよく出す例はね、あなたは樹木だ、あなたは何とか花子さんだとしますよね。何とか花子さん、樹木、一見違うものでもあなたは樹木だと言った瞬間に、その違ったものがぶつけられることによって共通性を無理やり想像させられるんですよ。で実は夢の働きっていうのはそういうふうになり立っていて、現実僕たちいろんな違うものを体験していると思ってるけど、無意識の世界ではぶつけられていて、例えば何でもいいよ、言説のとは悪い人みたいなイメージで、ものを捉える。でそれが自分ではそういう無意識が働いてるって分からないから、言葉巧みな宮台真司は悪いやつとかっていうふうにね意識されることになるわけですよね。でこういう無意識とは別に勧誘っていうのがあって、勧誘っていうのはしりとり的な類似なんですよ。だから意味とは関係なく、この間ダースさんと話題にした別れる決心もそうだけど、ストーリーと関係がない、黒沢清の映画にもよく出てくるけど、七国にも出てくる、画面のつながりはなぜ意味はなくて、ただ丸いものの後に丸いものが出てきたからと、いうことで、あの場面は何だったかな、とにかくいくつも形の同じさとか音の同じさでつながるっていうモチーフがいっぱい出てくる、ね、有名なね、それこそ、2001の宇宙の旅で、猿がコーンって木を投げたらそれが宇宙船になるとかっていう、ああいう、それが勧誘的ってやつですよね。でまあ、そこはちょっと引用も入ってるけど、まあいいんだ。ポイントはポエジーあるいはポエムであるっていうことは、まずその説明の文脈から切り離すっていうことがあるのと、あと普段気がつかないことが、つまりあなたが今体験したことの中に普段気がつかないことがない、例えば違和感を感じた、じゃあなんで普段は違和感感じないのっていうふうに、指摘言語によって表層には現れない無意識が分かってくるんですよ。でどういう隠喩や勧誘の構造があるのかってことが分かってくる。そうするとその結果として普段自分がなぜ自明性に埋没してるのかってことも分かってくるよね。だから三分じゃなくてポエジーじゃなきゃいけないっていうのは結構重要な指摘で、60年代のアバンギャルドムーブメントの中ではもう結構常識化していた発想では。これね、すごくね、それで今再三が、しかも政治的な実践ではなくっていう言い方をしたじゃないですか。で僕ね、その劇場版の選挙なんですって映画を撮って政治家に質問してるんですけども、その時に、まあ、最近舞台挨拶でも言うんですけど、よく政治家が政策とかをチラシとかに書いたりね、字で発表して公約はこうしますとかって、それを字で読んでこういうことをやるんだなっていうふうに理解するのはすごく三分的な理解なんですけど、僕は大事だと思ったのは、そうじゃなくてその人がある種その三分的な話をしているところの裏側にどういうものがあるかっていうことを質問をぶつけた。だから何でも質問の内容どうでもいいっていうのは、例えば政治家の人にポンって何か聞いた時にどう反応するかっていう、そのスタートのところでも実は分かることがすごいあって、その後別に何を答えても
いいんだけど、うん、でその政治的な実践っていうのはその三分化していくっていうことで、うん、政治家っていうのはそれをやる人たちなんだけど、うん、それをやる人たちがそうじゃないものがニュって一瞬出てくるところを捕まえられるかどうかっていうのがすごく面白いと思ったんですね、うん、で選挙の時ってもう非常に三分的なものを並べて、うん、でだからこうなんだとかこの文脈でこうなんだって話をするんだけど、そう、そこに、なんだろう、ポンって、なんか聞くと、うん、すごくね、そこがね、剥がれるっていう瞬間があるんですよ、うん、はい、だから、それはね、その1900年頃に生まれた、フロイト継承したラカンが言ったことだよね。うんうん、つまり、三分でね、実は誰でも喋れるんだよ。うんうん、ね、つまり、三分喋ってるやつっていうのは、多くの場合、ボットなんです。ね、でそれを大文字の他者、僕は社会のこと、大文字の他者、の、まあ、システムが父の名によって要は抑圧的に刷り込まれたっていうふうにラカンは考えるわけね。だから人が3本喋ってる時にはボットで、何か急激な衝撃を与えられた時に、うん、そのどういうふうな反応をするのか、うん、それは無意識が現れる、うん、で無意識っていうのは3本とは違って、うん、その人それぞれに違うんですよね。だからそれは日の丸というドキュメンタリーでよくわかると、うんうん、確かに、うん、ね、僕だからよく言われて宮台さんにも言われたんですけど、うん、まあ、この間もね、それこそ荒島総監督のなんかトークを書き起こししろって言われて、うん、僕その時は普通に喋ってるんですよ、うん、で喋って成り立ってるんですけど、うん、文字にして書き起こせって言われると僕、うん、本当に何言ってるか分かんないですよ、ね、でこんなこと言って意味が分かんねえなこいつっていうことに書き起こしになると僕の喋りってなっちゃうことが多くて、うん、でもできてたはずなんですよ。できてたっていうか、何かやってたはずなんだけど。ものすごい、うん、めっちゃめちゃ素晴らしい聞き手だし、うん、インタビュアーでしょ。でもそれは前大さんが申し上げたことがあるんで、対面で喋ってるあのインパクトが文字になってみると、うん、あれ、うん、何を言ってるか分からないだから、もう本当に全然、3文ではとは違った水準でね、ダースさんの言語活動があると本当によく分かるよねって話ですよね、うんうん、だからそれもでも書くっていう作業が入ることによって、うん、それがある種三分変換された時に非常に拙いものになるってい う、うん、でこれでも子どもの喋り方とかもそうで、うん、子どもってわーって喋っててすごい楽しいんだけど、うん、何言ってたんだろうっていうのを、ね、書いてみると同じことずっと言ってた。ダースさんの発言はね、チャット GPT では再現できない。ちなみにチャット GPT で、うん、僕は誰ですかって最初に聞いたら、うんうん、分かりませんって、うん、オンライン上では分かりませんって言って、あ、この質問には答えられないんだみたいな、うん、まあ、しかしその詩と三分の違いというのが分かってくると、寺山がやろうとしてたことっていうのがまたすごい分かってきますよね、うん、昨日僕ちょうどもう一つのニコ生の番組で河野幸子さんとご一緒で、まあ、河野さんも、まあ、逆にその小説と詩の違いみたいなことを言っていて、うん、やっぱりその三文っていうのは、まあ、すごく平たく言うと日常の会話みたいなことで、うん、すごくこう意味とかみんなが持っている共通認識に依拠しているものだから、うん、だから逆に言うと何かを伝えたいときには小説で伝えるのは非常にいいんだけども、うん、逆にそれは危険性も持っていて、うん、いろんな意味も入り込んできてしまうけど、うん、詩になるとそういうものから独立した存在になってくるから、うん、言葉のスピードがもっとある意味ゆっくりになるというか、うん、遅く伝わっていくっていう瞬間があって、それは詩の魅力だと思いますみたいなことは言ってたんです。ある意味宙吊りの状態でその問いができるということは言っていたんで、うん、だって詩ってさ面白いけど、ちょっと音楽に似たところがあってね、三文ってさ伝えたいことがあって、うん、適切に伝わったかなってエクスプレスして、うん、 それがインプレスされたかなっていうふうに考えるけど、うん、詩とか、まあ、歌って違ってて、まあエクスプレッションというかエクスプロージョンなので、うん、まあ、それを吉本隆明だったら表出っていうふうに言うと思うけど、うんうん、多くの場合本人が何をやってるのかわからないっていうことが基本なんですよ、うんうん、ね、そのマッチする束の間の海に霧吹かし、うん、いいですよ、 あれも有名な氷雪の歌なんだけれども、うん、この寺山修司はあえて氷雪をする理由も皆さん考えてほしいんだけれども、やっぱり名乗しがたい未規定なしかし明確なインパクトがあった、やっぱそれを多くの人に提示したいわけだよね。で、まあ、今皆さん僕3分で喋ってるけど、うん、宮台の意図を使わなきゃって思って喋って聞いているでしょ。だからそれが3分の聞き方だけど、うん、詩の聞き方っていうのはそういう詩の聞き方はそれとは全く違っていて、うん、
本言ってる本人でさえ何を言ってるかわからないことが、うん、なんでこんなにインパクトあるんだろう、うん、じゃあどんなインパクトなの、インパクトなのって言われても、うん、言葉にするのがとっても難しいってやつですよね、うん、これちなみにね、まあ、ギリシャのね、プラトンの前期プラトン、うん、後期プラトンっていう話がよく宮台さんの中でも出てくるんですけど、うん、その前期、そのギリシャは詩人たちが、うん、たくさんいて、詩人たちが詩を通じて、ある種リスペクトを集めているっていう状態があったんだけど、後期は詩人を排斥した、いわゆるその、三分的なもの、社会を提唱するようにプラトンは言ってて、要は、多くの人っていうものをまとめるっていう時に詩ではできない。できない。三分だったら、どんなに能力が低くても分かる、うん、補うと詩が通用するのは共通感覚が、まあ、コマンセンスが分厚くある時、うん、だから1967年はできたってことですよ、ね、できるんですよ、うん、それでも監督ね今このメディアが進んできた、うん、まあ、寺山のもう没後すでに30年ぐらい経ってるわけですけど、うんうん、なんかその僕らの生きてる今この時代って詩的なものが通じる道場みたいなのがことごとく剥がれてるような気がするんですけど、うんうんうん、まあ、実際ドラマも作られていて、はい、大きなメディアにいるわけですけど、はい、その辺でどんなふうに感じてますか？いや、もうテレビドラマの編集作業は全て三分、全て三分的な作業なんですよね。やっぱりもうここでトラックイン、ここで夜みたいな。編集して、ちょっとこれ伝わんないから、ちょっとズームかけようかとか、ここで音楽のせて。そう、だからその劇伴問題はね、もう説明ってやはり悲しいシーンには悲しい劇伴、うん、ここはウキウキする劇伴でしょとかって、うん、見りゃわかんない、ね。なんで劇伴当ててんだよ、バカ、うん。でもそうじゃなくて、わかんない人いるかもしれないけど、ここは悲しいシーンだってことがわかるようにっていうふうにして、作曲家に発注するでしょ。うん、よく言うミカレビーの話するじゃん、うん。それに対する反発って映画の世界では生じていて、基本、え？このシーンにその劇伴なの、うん、ほら、さっきの、別れる決心もそうだけど、あれは、ゼログラビティの、ヨハンソン氏がさ、曲を当ててたと思うけど、劇伴の当て方が詩的なんですよ。わかります、うん、例えば、単純な歌謡曲やクラシカルなメロディーがもういくつか、もう決まったパターンがあって、それがすごくやばい残虐なシーンにも、すげえ悲しいシーンにも同じように流れるんですよね。で、そうすると、これさっきのブレヒト的イカ効果と、同じで何が起こる？のめり込み、没入が妨げられるんですよ、うん、没入しててその没入じゃまずいって言われてるわけみたいな感じになる、うん、でももう本当に僕映画界の現状は存じてますので、お悩みはよくわかります心中察しますか？説明説明説明って、分かりやすく説明しろよな、全てが。なるほどね、うん、だからその昔ドラマの世界時代とか違うじゃん。わかんねえやつはほっとけよって俺なんですよ。だから変な話ですけど、うん、まあ、今回の映画も多少ね、その後半にその寺山で意図みたいなものを説明を多少加えないと伝わらないっていうところも監督の中にあったんです、はいはい、ありました。でもこれはもう本当悪い癖なのかもしれないですけど、やっぱりテレビ屋の癖ですよね。カント、カット割るとか、テロップ出すとか、それがやっぱりその自分が気持ちいいと思う感覚がある程度そこに寄っていってしまってるっていう、うん、だそれが難しくてですね、やっぱ詩的なるものとかこの虚構とかっていう普段その三分的な文脈の作品では多分ここはカットしようって、うん、でも分からないから、うん、いいよって、で地上放送ではカットした僕も、うん、でも映画になった時はそれをやりたいと。ただ全く突き放しすぎてしまったらやっぱりそれはやっぱり僕も本当によくないですけど、お金を払って見に来てもらえるものだしどうしようかなっていうところで、まあそのうまい折衷案をこう考えながら考えながら自分で編集したっていうところあるんですけど、これね、だから僕日の丸映画見てね、はい、その後やっぱりショーステを街にで、はい、街へ出ようの映画版、はい、映画を見たわけですよ、はいはい、ガチャガチャしたさっき、これはね、だからそのそういった意味ではそのそういう計算的なサービス精神はないんですよね、うん、そうですね音もでかいでかいし、でかいでもやっぱりそういうことだよなっていうのが、うん、でもあれが出されたその60年代70年代とかの、はい、それがちゃんと伝わるっていう共通前提があって、うん、で実はね、熊井圭監督の地の群れっていう映画が僕の祖父がプロデュースしてるんですけども、これも久しぶりに見たら、
わけが分かんないわけですよ、うん、あの三分的には、うん、でも全然大丈夫なんですよ、うん、でそういう作品ってたくさんあるんですよね、60年代って、うん、あります。でそれはその荒島さんの銀河系とかもそうだし、はい、そのこのシーンの後このシーンがあるのってどういうことなんですかって説明は成立しないわけ、はい、それはでもいらないというか、はい、っていう作り方がこの日の丸でもそのカットバックで60年代で今がこう来ることによって、はいはい、そこの違い、文脈の違いがすごいわかるんですよね。わかりますね。で、まあ僕はだからそれで、あの当時の寺山作品を見たくなるっていうふうに誘引されるっていうところになったんですよ。今ね、ダースが話されたことはね、よくあの、ゼミで映画を素材にするときに問題にしてるんですけど、この四半世紀のね、あの、大学生の明白な、あの、映像リテラシーの劣化は、はい、物語、つまり時間軸上の変化にしか反応できないっていうことなんですよ。で、それまでかなりやばくて、あの、記憶力がかなり怪しいんでね、あの、伏線の回収が15分以上離れてると、これって伏線の回収なんだけど分かる？分かりません。いや、この前こういうシーンあったでしょ？ありましたっけ？こいつら一体何見てんだろう？っていうのが四半世紀前から始まったんですね。で、じゃあ昔のその分からない映画って言われてるものってどうやって作られていたのか、あの詩と同じなんですよ。つまり、まあ、足立さんの作品とかも初期の作品も特にそうなんだけど、はい、あの頭の中にっていうか正確に言うと自分には世界がこう見えているっていう映像がいくつかあるんですよ。わかりましたね。それは絵みたいなものだと考えていいんですよ。で、その絵が本当はアットランダムに並べられても十分に、あのそれこそあのミュージアムみたいな意味で意味があるんだけれど、一応映画っていう立て付けなので、あの仕方なくというか、まあ、あのある種サービスでストーリーがついてますと。でもストーリーはアリバイ的についてるだけで、本質はその個々のカットで、自分が監督が、あるいはそれを見た観客が世界をどう見るのか、どういう視覚から何を捉えているのかっていうことだけがポイントになるんだよねっていう作り方なんですよね。で、なので、あのストーリーが分かる分からないじゃなくて、どのシーンが心に刻まれたかで、どういう見方、つまりどういうその映像が、あの自分が普段見ている日常の世界の見え方、人の見え方と違うのかっていうところを刻んでみるんですね。うん、でそれが60年代とか70年代までは当たり前な映画の見方なんだったということですよね。だから、まあ、それは橋見茂彦さんがね、あの B 級グラミー未批評で、特に松田正夫氏とかがさ、政治的なイデオロギーに引き付けて問題を解消、解釈するのすごい悲観してるでしょ。だからそれは物語に回収しすぎるから、そういう問題じゃねえんだよ、お前に世界がどう見えたのか、お前が普段見てる見え方とは違う見方をしている監督のこの世界の見方に驚けよってことですね。それで言うと本当に僕は熊代辰巳の映画好きなんですけど、はい、やっぱ荒井晴彦が描き始めたからつまんなくなってるっていうのが僕は。荒井さんってね、まあ生きてるから言いにくいけど、ね、本当にダメな、すいません。すいません。映画技術で絶対褒めてもらえなくなりました、ね。はい。はい、敵を作ってしまいましたが、はい、まあまあ。まあ、小松の辰巳は荒井さんの前が好きです。その、60年代、70年代の作品作りの話って、はい、僕、おととい原和夫さんと僕の YouTube で話してた時に、はい、原さんがすごくそれを危惧していて、うんうん、70年代にドキュメンタリーとして作ったものを分かった、うん、当たり前に分かった、うん、感覚っていうので作るともう分かってもらえなくなってるっていう、それはさよなら CP とかそういうのを作った時とかは別にそれで良かったのに、なんかそれじゃダメみたいになってんだよ、なんでだよっていう話をすごいしてて、でそれをやっぱりすごく危惧されていて、ある種の感度が本当に落ちてきてるんじゃないかと。でこの感度が落ちた人に分からせるっていうことを作品の中でやってしまうと、打足がいろいろ増えると。まあそうなんですよね。そうなんですよね。で、そういうことはやんなくて分かってくれって思うんだけど、うんうん、それは本当に伝わるのかっていう危惧がやっぱりあるという話もされていて。難しいですよね。うん、だから本来そう、どう
ね、その監督がどう見てるのかってことを感じればいいんですけど、うん、そこはやっぱり三分的にまた説明しなければいけない今のジレンマというところなんですが、はい、さあ時間の方が開始からがそのこれはこの番組なんだよ ね、 だからそうですね、本当は見て感じて終わりなんだけど、うん、こうやって長々と説明をしないといけない、仕方なく寺山のキーワードもう一個外へっていうのもあるんで、その辺ちょっとまた後半でもお話できればと思うんですが、うん、後半はですね、まあ、メインテーマとしては、うん、この映画の中でも問われている日本とは、日本人とは、国家とは、実は、まあ、監督は街頭に出て、うん、10のインタビュー10の質問を、はい、街頭でいろんな方に、はい、無作為に、聞いているわけですが、はい、今日はこの後ですね、休憩を挟んで、はい、宮台さんとダンスさんにもその10の質問を、はい、ぶつけ本番でぶつけてみたいなと思ってまして、はい、お二人がどんな回答をするのか、はい、そちらも楽しみにしていただければと思いますが、うん、休憩の前にちょっと予告だけ、予告と言いますか、告知系だけ出していただけますか。はい、改めまして、明日から公開ということになります。うん、まあ、無料パートでさよならという人はちょっと寂しいんで、この後もちゃんと会員登録して見ていただきたいんですけど。結構でももう会員増えたんじゃないですかね。ねえ、と思いますけどね。りょうさん、はい、その質問答えますけど、後でちょっとフォローアップさせてください。わかりました。絶対公開されるんだ。監督、ちょっと映画に対して一言。はい。寺山修司、日の丸、寺山修司40年目の超ハスト映画が、明日ですかね。うん、明日公開になります。うん、はい。角ヶ島有楽町と、ユーロスペースと、うん、あと、アプリ吉祥寺が、うん、あのメインに都内でやっておりますので、うん、で25日にはあの舞台登壇もありますので、ぜひ皆さん、うん、あのお越しください。はい。はい。そしてどんどん SNS で、そう。燃やしていっていただいて、うん、はい。めちゃめちゃ面白い映画、ありがとうございます。本当にたくさんの人に見ていただきたいなと思いますが、はいはい、よろしくお願いします。続いてのお知らせはこちら。じゃん。あ、そうです。そうですね。TBS、はい、ドキュメンタリー映画祭2023というのも迫っておりますね。うん、はい。これはどんな、これはですね、はい、僕カリスマ、国葬拳銃宗教という映画を撮りまして、うん、これはですね、まあ、国葬、まあ、国葬の現場に行って取材をしたりとかですね、うん、まあ、拳銃っていうテーマで、その、まあ、山上事件と、あと、まあ、長山則夫の過去のアーカイブ映像みたいなところ、うん、拳銃というテーマでカットバックしたり、うん、まあ、宗教ということで、九州のイエスの箱舟の、うん、未だにお店を、塩の娘というお店をやっていて、うんうん、そういうのを、まあ、過去の、当時、まあ、メディアで、まあ、こう、処刑されかけた、ゲイさんの箱舟の映像と現代のその人たちがどういうふうに生きてるのかみたいなところを対比させながら、はい、この、まあ、国葬一つの出来事をですね、うん、深掘りしていくみたいな映画を。これも TBS の映像も。そうですね。TBS の過去映像。僕ね、この日の丸に関してもそうなんですけど、はい、実はやっぱその、佐伯さんが TBS の中の人だからこそ使えるお宝がいっぱいあってね。はい、そうですね。これやっぱり見たいものがいっぱいあるわけですよ。はい、だから、すごいね、そういった過去のね、はい、映像、ニュース映像だったり、ドラマ、ドキュメンタリー映像だったりっていうのがね、どんどん日の目を見るようになってくるといいなって思いますね。ですね。TBS さん、国家戦も頑張っていただいて、はいはい、アーカイブ満載の映画になってますので、ね、カリスマも。素晴らしい。よろしくお願いいたします。はいはい、そしてもう一つ、二つあったお知らせあったかな、うん、ダースさんの映画かな、うん、はい、改めてダースさんの選挙なんです。はい。絶賛公開中、はい、でございます。ダースさん、一言お願いします。はい、明日から長野、新潟、富山、石川の舞台挨拶で、その後九州に行って、関西に行ってっていう感じで、ずっと舞台挨拶ツアーもあるので、はい、ぜひよろしくお願いします。東京では今のところ、これこれ、東中野、シネクイント渋谷で公開中です。ということでお願いします。はい、前回の深掘りで、この映画、うん、鹿島さんと、そして、三島プロデューサーと共に、うん、深掘りしておりますので、そちらのアーカイブ、ね、アーカイブ見れますからね。そうでございます。よかったらチェックしてください。お願いします。そしてもう一つかな。すいません、ちょっとお知らせが続いておりますが、はい、明日です、2月の24日、ちょうどウクライナ侵攻から丸1年というタイミングで、私の方でですね、人道支援ライブを主催させていただきます。なんと明日はオールナイトでやります。うん、夜の部は伊藤聖子さんやエルムホイさんや、まあ、いろんな方が出てくれます。清原さんも、ね、出てくれるんですが、あと深夜の部もありまして、深夜の部は、この深掘り TV にも出た木村ゆかりさんや、それから立憲民主党の鈴木陽介さん。うん、陽介さん実はパートナーがウクライナの女性の方で、まあ、ウクライナ戦争後、一番最最初にウクライナの地に行った国会議員。行った方ですよね。そうですね。うん、怒られたらしい。怒られた、ね。はい。岸田より先に行くなって怒られたらしいんですけども。まあ、その辺の裏事情も含めてトークもでき、聞けますし、あとは藤井克彦さん、佐藤大島、白目に辻康介のスペシャルセッションライブもあります。深夜の部は YouTube で無料配信もしておりますので、よろしく
ったら、そちらの方だけでも見ていただけたら幸いです。これ、募金を募集してるってことですね。はい、募金を募集させていただいておりまして、木村ゆかわりさんが、キーウ近郊の大工さんとチームを組んで、ね、爆撃で壊れた家の補修をやってるんですよね。これ、すごく、いいアイデアだなと思ってね。まあ、実際に、やっぱり、すごく、大事なことなのと、リアリティがね、あるんです。本当になぜ必要なのかっていうのが分かる、活動ですよね。そうなんですよ。まあ、キーウっていうのは、まあ、大体北海道と同じような気候ですので、冬はマイナス10度を超える日々が多くてですね、うん、その本当に窓ガラスが1枚塞がるだけで、生活の質が分かりやすく向上するっていうのがあって、うん、まあ、今回も本当にちょっとでも多くですね、家の補修ができればと思ってますので、できたら募金の方もよろしくお願いいたします。それでは、10分休憩をいただいて、後半は、まずお二方への監督インタビューから、入っていこうと思います。それでは、10分休憩いただきます。